ここはね、下の一色っていう交差点ですね。こちらは下の一色商店街。ここが下の一色商店街かな。結構味わいあるね。シュートピアで合ってるのかな。ここはもう見た感じはもうやってないですよね。2階カバン袋って書いてありますね。このお店は靴屋さんだったみたいです。こちらにお好み焼き、焼きそば、サンミっていうお店がありますね。うわ、この辺古そうだね。ここもすごいね。履物、招き屋、岡崎屋、婦人子供服、欲しい商店。古いね。ここもすごいね。鮮魚、漁政、花カツオ、ボタン横江商店、丸大衣服店、西川やってるのかな。わあ、すごいね。吉田屋青果店、村上履物店、佐藤靴店。こちらの建物はすごいな。松葉屋、ここはすごいね。でここにね、大黒屋っていう、これは何だろう、着物屋かな、がありますね。お惣菜のさくらんぼ、お惣菜のさくらんぼのね、目の前にね、これはすごいよ。ものすごい時代を感じる建物があるんですよね。コーヒーフレッシュ、商店街の脇道はね、結構こんな感じで細い道がね、何本もあるんですよね。こっちの道とこっちの道、さあどっち。こっち。すごい道だな。迷路のようにね、細い道がね、あちこちありますね。こっち行ってみましょう。おお、すごいぞ。ここは、行けるかな。すげえワクワクする。あ、行ける行ける。ここも行けるんか。ちょっと行ってみましょう。こちらは33番札所、下の一色観音堂って書いてありますね。すごいね。まあ、奥にもありますね。申し訳ございません。こちらは別の動画で紹介させてください。銭湯がありますね。いや、多分もうやってないんじゃないかな。
らは銭湯の煙突かな、奥にねありますね。こちらがその神門という銭湯の建物、全体が見渡せる建物ですね。後で調べたところ、こちらの神門湯は大正13年創業の銭湯で、現在も現役で営業しているようです。ほんとすごいですよね。下の一色町、古い町並みがいいね。いや、ここ行けるんかよ。ちょっとここはやばいんじゃないか。あれ、行けるのか。結構ちょっと怖いな。行けるか。ここは、ここは行き止まりじゃないか。あ、出られましたね。なんだろう、住宅街のね、この通りに鳥居がありますね。鳥居の先に浅間社という神社があり、この通りは参道になっているようです。いや、一応ここは名古屋市なんですけど、こんな古い町並みがある町があるとは。ここは喫茶店だったんかな。コーヒーって書いてありますね。ここは浅間社。違います、浅間社と読みます。これは拝殿かな、がありますね。うわ、ここは車が通るのかよ。いやー、こんなとこ車通るのかよ。すごいな。あ、ここもこの通りもなかなか古い感じ。昔ながらの床屋かな。ここは商店街入り口付近にあったお菓子屋さん。うわー、ここはもう絶対やってないね。おやつの店ミカサ、もう錆びついてますね。すごいですね。こうはなんかないですけど、店がありますね。春日酒店。細い道を普通に車が走っていて、もうびっくりです。これ一方通行とかそういうのないのかな。こんな場所に車で入っちゃったら抜け出せないんじゃないか。あ、ここで下の一色商店街が終わりになるんかな。そうですね、ここまでですね。いや、すごかったね。それでは皆さん、耳を澄ませて。はい、締めの一句行かせてもらいます。サプライズ、古い町並みよ大将。
らは、あー気持ちがいい。Thank you.